たワラや創達、風人大人図、擬人観とは、人間以外の動植物、無生物、事物、自然、概念、神物などに対し人間と同様の姿形、性質を見出すことである。英語ではアンサラパモアフザムだが、実際には、パーサナファケーションの訳語として用いられることの方が、多い。しかしパーサナファケーションはより広い意味を持つ。そのため厳密には、 アンサラパモアフザムは人間形態化とでも翻訳するが、どちらも擬人化という訳語が定着している。擬人化の前提として人間は他の人間と関わることで生存する社会的存在であるため意味のありそうな動きをする無機物や人間の顔や体の特徴を感じられる図形やパターンを目にすると無意識にその事象に人間や生命を認知してしまう認識機能がある。 古来より行われた擬人感と現在のそれは大きく異なっている。その代表的な見方が世界多くの神話で用いられた神々の存在とそれに名づらえられる自然の象徴との関連であり、大自然や絶対的な摂理に対する偶像崇拝の意味合いが強い。ギリシャ神話、ヒンズー神話、日本神話などはその典型であり、哲学や心理学など、 あらゆる学問に通じていた一つの根本概念であった。日本においても古代から日本においては、神羅万象すべてのものに魂が宿っているという多神教の考え方があり、日本最古の神社いわれる大宮神社の身体は山そのものであり、自然崇拝の概念そのものであり、それを象徴する神が存在した。古代ローマの宗教では、 様々な存在や概念に与えられた名詞がそのまま、神格となっている例も多い。また、日本における神道の流れを組む、多神教の概念は、中世から近世にかけて一種の空話として盛り込まれ、子供のしつけなどに用いられた。二話の神がいるという教えなどがその典型であり、そうして、子供たちに一つずつ道徳を説いていったと言われる。その一方で、 キリスト教やユダヤ教など一つの神を絶対視する概念を持つ宗教では複数の神を擬人視することに対し否定的でありまた人は人他は他という思想に寄り添ういった擬人感的な要素は少ないとは言うものの難解な抽象概念やアレゴリーなどは無学者の書とも呼ばれた絵画によって擬人視されることもしばしばあったこの伝統はカリカチ 漫画へと連なってゆく。このような擬人感を認識における擬人化であると定義しており、対して文学などに見られる擬人化は表現の擬人化であると区別している。そしてこの表現の擬人化こそが今日に多く見られる一つの表現であり、擬人化の目的となっている。前述したように擬人化とは、 擬人感をもとに対象を人間のように見ることであるが、それは前述した原始的な精神観念によるものだけでなく、文学、絵画など文化的なレトリックでもあり今日擬人化とは、これすなわちフィクションの擬人化を指すことが多い。その目的は様々であるが、場合によって次のような効果を期待できる。公表し、進学早染めそう山、東京伝作、北尾正美が、 1790年間、擬人化された世界では、人とものが対等の立場にあるもの、あるいは生物、非生物が主役である人が客観視されているものなどがある。表現としては創作の世界で動植物、無生物などが人格のある存在として描かれる。あるいは漫画、アニメ等で人間外の動物が動物の耳や尻尾を備えた人間の姿で、 描写されることなどもある。異なる種の動物が一緒に生活しているという世界設定の物語の場合、捕食・非食関係は無視されてみんなお友達として描写される場合と実際の動物と同様に捕食・非食関係が存在している場合とがある。このような例は近世にも例がある。江戸時代の草草し進学早染めう』では人の心の善悪を 善玉悪玉というキャラクターで擬人化している。映画、ガッツ世界旅行では月を擬人化、ウォルト・ディズニーが制作したアニメーション作品、バンビも、擬人化された動物たちが営む理想郷を描いた作品の一つだが、作中で彼らの理想郷は、人間の漁師によって理不尽な蹂躙を受ける。鹿の一般的な愛称となり、無垢のステレオタイプともなった、キャラクター、バンビの受難劇は、 強いメッセージとして受け止められ、狩猟を文化とするアメリカでは、社会的な摩擦を引き起こしている。バンビの公開後、動物を擬人的に理解して、反狩猟、自然保護の発言をする人々が増えたが、スポーツハンティングの擁護者たちは、干渉的な擬人化をバンビシンドロームと呼び、歪んだ自然観やハンターへの偏見を助長する作品として、非難している。 ウィキペディアを擬人化したウィキペタン現代の日本では、漫画、アニメなどに関する動人用語である物語に登場する動物系、非人間キャラクターを人間に置き換えて別の新たな物語を作ることや、動植物、非人間キャラクターや無生物などの外見を人間化したイラストを描くことを特に擬人化とジャンル分けする場合がある。この場合、 街頭キャラクターや無生物をイメージしたコスチュームを着用した人間として描かれることが多い。ただし、元のキャラクターが服を着ている場合は、それと同じ服を着用した人間として描かれることが多い。中には由来となるモチーフの特徴を全く外見に反映させない場合もあるが、この場合は擬人化されたキャラクターの性格や経歴、他の擬人化キャラクターとの人間関係などといった、 内面的な要素に、モチーフの特徴が反映される。こうした、擬人化は、同人の枠を超え、貧長丹や、霊球霊子と一緒、など商業キャラクターも生まれている。擬人名とは、人間以外の動物や無生物、行為などを擬人化して呼ぶ名前である。ここでは、寛用的に広く用いられる、擬人名の中で主なものを挙げる。など、ありがとうございます。